天理よろず相談所病院は奈良県天理市にある病院。通称、いこいの家運営母体は公益財団法人天理よろず相談所。東和保健医療圏の地域がん診療連携拠点病院である。病院の基本理念は病む人の陽気暮らしを目指して、天理教が出資する公益財団法人天理よろず相談所、いこいの家が運営。 豊富な資金力を背景に最先端の医療機器や医師を揃え、近畿地方屈指の医療水準を持つ。天理教の教えに基づいて、心と体の両面からの総合的医療を目指し1966年4月1日、開設された。総病床数は1001床で、うち303床が本館、512床が新入院棟、186床が白川分院である。 2006年1月16日、従来より数百メートル北側に5階建ての新外来、診療棟がオープンし、外来診療はそちらで行われている。医療スタッフには、天理教信者の家庭出身者が多く、看護師の約90%は、信者とされるが、医局派遣により、外部出身者が絶えず赴任してくる医師については、その割合は高いものではない。 病院内の運営部門は、心情部、事情部、世話部と呼ばれる3部門から構成される。心情部が一般的な診療部門で、事情部は主に患者の精神面のケアと祈りを行い、世話部は生活上の相談、医療従事者の育成を担うとしている。かつては運営方針として、救急医療を行っていなかったが、近年方針転換し、救急医療を受け持つことになった。 また、本院、外来棟、新入院棟及び、白川分院間に距離があるため、それぞれを巡回するシャトルバスが運行されており、患者等の関係者はバスにより通院等ができる。診療科天理よろず相談所病院の新しい外来棟。ありがとうございます。